天皇家の方たちへ、あと他国の人たちや国会議員の方たちへ、他の議員の方たちも含めてなんですけども、おかしな方法で私に電話をかけないで、会いに来ようとするその方法やめてくださいって言ってるでしょう。それなりに報道ステーションの大越さんとかはその方法で言ってくるでしょう。覚えないふりをしてね、まだまだ余計なこと考えて人の眼鏡を歪めさせて、一体どこのだけなんでしょうね。本当に普通に電話かけてアポイント計画を立てて私の自宅に普通に来ること、これが絶対条件です。それをいつまでてもしないっていうことだったなんだったら、もう最初から阪神淡路大震災の、全壊した建物の人間を一人を狙ってテレビ局も、組んで、嫌がらせをしに来たと、そういうふうにしか受け止められないです。もう結果で物事見ましょう、その方が早いです。で、早く本当に対応しないと自然再生いかないのに部分でね。で、太陽光パネルを日本国内でたくさん作る件に関しても情報は全然出てこない。なんか変な情報ばかり流れてますね。2種類のややこしい情報をワールドビジネスサテライトは放送しています。太陽光パネルのために半導体の工場を作ったはずなのに、生産性を高めるだとか収益性を高めるだとか、話が何か全然違う方向に行ってると思うんですよ。販売価格の 2.5% は特許のその発明した人間や会社の取り分であって、それ販売価格によるんですよ。例えば1メートル ×1 メートルの太陽光パネルを、まあ、1万円で販売したとしましょう。そしたら取り分はそこからの 2.5% ですか、250円です。それが各パーツであるとすれば、太陽光パネルの中のその一つの半導体の値段が例えば1000円だったとしたら25円です。そういうことなんです。で、その国で生産する以上、そこの国で価格設定はできるはずですから、ある程度、アップルさんがフォートナイトというインターネットゲームで、取り分に関してなんですけども、そこの国の給与の算定表があって、でそこから為替相場は動いてるだけの話ですから、そこの国の最初の売り値から物事を動かさなかったらいいんです。それしてしまうと顧客離れが起きますから、それは国際司法裁判所とかで決着つけてください。アメリカはちょっと欲張りすぎですね。これは正直な感想です。で、他国もそれに便乗しすぎですね。為替相場の変動についてね、国力に合わせて為替相場があるんですから、自分たちの国の実態も明るみに出したらいいんですよ。いやいや、どう思うっていうような話をずっとしますけど、ワールドビジネスサテライトはね、だから金利なんかで資本を増やそうだとか、その考え方がそもそも最初から余分だったんだと思いますよ。だから外貨準備として円安の時に日本から見ると、だから他国から見ると自分の国の為替相場がもし下落した時を考えて、他国の為替、まあ通貨を、購入先にしておくっていう考え方は、まあ大企業の中ではまあ一つの考えかもしれませんけども、お互いの国の実態が明るみになった時に金利だけで物事を見てどうするんですかっていう話になりますから、本当に知識をお持ちですかの話になりますから、やっぱりそういうことになりますね。やっとね、外でまあこういうことを話する前か、ちょっと前か雷になってたんですよね。だから僕の家の前でタモロしてきた連中とか、一応さっき映像を一旦遮断してそいつらを、録画しておきましたけども、同じように子供連れてきますね。で、芸能界とか何かが、お金稼げるところと勘違いして、どうせ金狂ってるんでしょうね。同じ人間でしたよ。で、もう一人の人間は日傘を差してるふりをする。今日のこの天気でしたからね。6月28日。先ほどの続きです。時間も
乗ってるので、さっきのね、天皇家の方たちの、まあ、その他国会議員も あまりこれ言うと話長くなりますが、気になくなりますから、まあ、見出しのところでいいかと思うんですけども、ずっと同じ人間がストーカー行為法違反をしてくると。でそれについて警察に通報してさっと動くというよりも、まあ、はっきり言って警察官がここにいりゃいいんですよ、ここの住宅内に。でそこでたむろしそうになった、もう年齢なんか何歳でもいいんです、子供のうちからしっかりと教育しておかなきゃならないんですから。そこでそんなことしてたら、こうこうこういう法律違反になるから今すぐ家に帰りなさいって。で君の名前はって、学校はって。でこれをしとかなかったら、本当に学生服着てる人間で学生じゃない人間もいますから、今まで多数いました、事実として。で先ほど撮影した人間はさすがに YouTube には今のところはアップロードしませんけども、裁判所の許可が出てから YouTube にアップロードしたいんですけども、それしなかったら永遠にそいつらやめないでしょうから、行動ストーカー行為法違反ね、で迷惑防止条例違反で、子供を若いうちからこういうふうに連れてきて嫌がらせをしてくるっていうのが常習化している、常態化していると。で撮影するのは合法ですよ、防犯カメラがありますから。私が自分の自分の身を守るために正当防衛で行っていて、相手が迷惑防止条例違反とかをしてるんですから、ストーカー行為法違反とかね、で挑発行為、あと裁判妨害、こんなことずっとされていたら記録記録で毎日時間が思い切り消費される。でこれを十何年間繰り返されていた。で有馬警察署にそれを通報しに行っても動かなかった。でこれは110番に関してもそうなんですけども、110番した時に平気で断ってくる人間がいるんですよ、上から目線でね、敬語使わないで。警察官が一般市民の人たちに敬語使わなきゃなんないんですよ。だからひどい時だったらハーバーランドの手前に JR の神戸駅があるんですけども、そこの地下街の結構大きな男子トイレなんですけども、そこへ唐突に髪の毛染めた女性が入ってきたりとか、ああいうことになると動けないんですよね。驚きますから、えってなって、その非常識的なことが発生すると。そういうことをする人間が世の中かなりいます、残念ながら。それは行政がサボっていたからですよ。 LDV とかああいうふうな暴力団が作ったものをレンタルショップとかで置いてるでしょ、本屋さんとかでも雑誌とか置いてるでしょ、それを井の一番に警察官がすぐに取り締まったらいいんですよ。それしないからですよ、ずっと警察官が仕事サボってるからですよ。だから私に訴えられるんですよ。だからある程度国庫に返納してもらいますよ、全警察官に。仕事してるふりにしてたんですから。で僕をその精神病院に入れていた警察官とかは、その大分の慰謝料は私には払ってもらいますよ、各自にね。あとまあ有馬警察署としてもそうですし、日本全国の警察官としてもそういうふうな対応をしてもらいます。それあなたたちの給料で支払ってもらわなかったらそう覚えないんだから。でこれは宮内庁や皇居の方から有馬警察署の方に、彼はこういうふうなことを証言していると。で昔のその秀和株式会社の長時間労働、警察官が上についていると、その辺の話のところもしっかりと、これはどういうことなんだということで叱っていただきたいですね、警察官。でその全ての巡査や巡査部署の人は悪いんじゃなくて、その根性ある警察官の方で、まあ、2014年ぐらいだったと思うんですけども、西村さんっていう、まあ、巡査か巡査部長の人はちゃんと民間の判例、民事の方の判例だと思うんですけども、ちゃんと判例があると、住宅密集地内でああいうような春山整骨院みたいなものを建てはならないというような判例はあると、多くの人が出入りするような建物ね。で、その西村さんをよその警察署になぜ移動させたのかっていうところと、西村さんもそこまで分かっていてなぜ訴訟してくれなかったのか、検察庁に回して。検察官の人たちが判例分かってないのか、
この辺にだからエロ業界関係の人間がそのだいぶ紛れ込んでいたと。それを大阪行った時に私は自分の弟を探しに行った時なんですけども、親の介護の件でね、その親が亡くなる前でしたか、私の母親が、だから一回会いに来てくれということを言いに行こうと思って、弟の住所を探して大阪の、区役所の方へ行って、そこでね、僕が聞かされた声はそこにいたものかどうか分かんないですよ、電波がどうか。なんかエロ業界はどうのこうのみたいなことで虚勢を張るようなことを言うから、もう僕もある程度の声で言いましたよ。自衛隊握ってる国の方が上なことが分かるやろうと。そこそこ大きな声だったんですけどね。こっちは名前明かしてるんだから、今言ったやつお前も名前明かせと、どこに住んどんねんと。だからもうこちらは訴訟の考え方ですよ、もしくは警察への通報で。その後その内容を聞いて、黒い軽自動車で僕は歩いていたところのすぐ近くに泊まろうとした女、中に乗ってた女は金髪ぐらいに髪の毛染めてる、正確にこれね、比例して悪ければ悪いほど髪の毛の色をどんどん金髪化していくんですよね。すぐに警察官の方がパトカーで言ってくれてるんですよ。そこの前の車止まりなさいって。でその制止を振り切って言われているのに、車から降りてきて、もう僕の方にすごい勢いで近づいてこようとしたんですけども、そこ2名の警察官がこの人本当に大浜さんに会った人だからっていうことで止めてくれてるんですけども、その頃山口組関係のところの口座の差し押さえの頃だったでしょ。それは本当に大浜大統領にしてもらったはずですよ。で日本のそもそも法律業界が自分たちの国内とかでしっかりそれすりゃいいのに、で蓋開けてみたら三井住友系とかだったでしょ。で三菱さんとかはどうか分かりませんよ。正直言いますよ、これもうどうせ大手のメガバンクのところどうせ紛れ込んでますよ。だって昔からのね、売春防止法が出来上がったのは1956年ぐらいだったでしょ。っていうことはそれまでの財閥の中の上の方まで腐ってたんだから、人格は根性なかった連中の集まりなんですから。今一瞬電気がこういうふうに、ああいうふうになったでしょ。だコンピューターなんかに任せるからこういうふうな形になるんですよ。電圧調整本当にしてますから。これはそこにある内科で、もともと何だったかな、そこもね、もともと神戸市兵庫区の 東山商店街のもう建物ないんですけども、まあ薄暗い2階のところにあった内科が、僕を利用したのか、神戸市立ホテルフルーツアーパークで、東南院っていうところですね。今もその名前かどうか分かりませんけども、まだ建物を使えるのに新しく、高近年、2年か3年以内に建て直してるんですけども、睡眠薬と称して、効きもしない薬を出してきてるんですよ。で、証拠の隠蔽で建物を建て替えたのか、その話があったから。で、そこの医者が、ここの住宅の電圧まで変えたりしたんですよ。余計な一言を言ってね。パソコンの前だからか、電波で、情報収集してるからか知りませんけども、ここの住宅の蛍光灯の光量を 1.3 倍か 1.5 倍ぐらいまで上げた。もう、めちゃくちゃ明るい状態ですね。あんなことしてたら蛍光灯割れますよ。だから医者が頭いいかっていうと、そんなに頭良くないから。人格も。医者も徹底的に取り締まらなきゃならないし、医療関係者全員ですね、そこと関わった議員とかもですね。で、一瞬僕の声が震えていたのも、何か文句を言ってる連中がたくさんいるんでしょう。大きい言いますよ。うわっ、それよりも、国の税金使い込んできた、その使い込みに関して、お金返しなさいですよ。トータルで生きてきた中で、いらない薬をずっと売ってたんですよ。それは薬剤師も同じ。それ全部税金、ほとんどが。返しなさいっていう話ですよ。君たちの給与から。
実際得たお金から車を売らすぐらいがちょうどいいんですよ。あと口座の差し押さえとか、あといらない貴金属、まあいらないというか本人にとっているかいらないかとかじゃなくて売れるかどうかも問題なんですけどね。まあそれによってあがなってもらわなかったら世の中示しつかないんですよ。でそれをニュースで大々的にずっと流しておくこと、でそこで報道関係にも癒着があったと、そういう実態の解明が欲しいんですよね。でスポーツ業界には随分昔から言ってますと、スポーツ新聞でエロ業界で組んでるところはたくさんあったでしょ。今どうなってるか知らないですよ。まだ組んでた掲載とかしてるんだったらスポーツ業界の方から、まあ各球団でもいいですよ、訴訟すりゃいいんですよ。そこの新聞紙にうちの記事なんか載せないよって、今まで載せてきたもん逆にお前ら金払えよって、我々の球団は疑われてるよって、そういうふうに裁判したらいいんですよ。損害賠償事件、簡単ですよ。その辺にね、新聞紙として証拠を売ってるんですから簡単に入手できるでしょ。まあ今雷がだいぶ鳴ってくれてますけどね、まああのすぐにたむろする連中に対して、まあ天の神様とかが、まあもしくはあの世で先にお亡くなりになれた方たちが、まあ怒っていたり、まあずっと僕はこういう風な目に遭っている部分で悲しんでくれてる人たちとかがいらっしゃるからだと思いますね。梅雨前線とかあんなものはどうとでもなるんです。それがいつまでたってもわからない人は95番ぐらいに台風についてというものをホームページ淡井圭介の履歴というものがあります。そこでテレビに向かってどういうふうなことを言っていて、風がどういうふうに流れているのか吹いているのか、それをまたね、 AI だからこういうことするでしょ。一瞬だけ電圧をコンマ 0. 何秒とかで一瞬止めたりしたらこういう現象が作れるんですよね。科学なんかでコンピューターなんかに物事をコントロールさせたらこの始末ですよ。で、まあその時は千葉ロッテ戦だったと思うんですけど、台風3号の時ですね。だから私としても状況判断が難しくて、北風を吹かすに関しても台風ある程度沖縄から遠ざかってくれなかったらそれできませんから、下手に北風を吹かせていたら長い間沖縄が風や雨が雨が降り続けたり、その風が長い間強い風が吹く状態が継続されたりしても、それは沖縄が危険ですから、ああいう風なタイミングでしか北風を吹かせれない。阪神タイガースの試合を見てもらったら分かりますよ。ちゃんと北風吹いてますから。球場の位置とかだったらインターネットで、ね、球場名を入力して千葉ロッテマリンスタジアムだったと思いますけども、それを地図で確認してどの方向に風が吹いていたかを、まあスコアボードの上に旗がありますよね。あれで風向きが分かりますので、しっかりと北風が吹いてたでしょ。そういうような形で、まあまあ、基本的に僕の考え方は台風は小笠原諸島の間を通すぐらいの考え方でいつも物事を動かしてるんですけども、まあ、消滅だとか、まあ、だんだん威力を低下させていってっていうことですね。これも僕はたくさん睡眠を得てる状態とそうじゃない時で明らかに早く消滅させれるかどうかは決定的に違いますね。たくさん寝てる方が早く消滅させれます。で、私がこの喋ってる内容でだんだん顔の形が変わってきてるのって気づかれました。一番最初の画面に一回巻き戻ししてもらって、これ一回今の状態を静止させて写真写して、頬とかどんどんこけていってるでしょ。痩せ我慢してると勘違いしてる連中がいるんですよ。これでほっぺたの筋肉とか、筋肉というかな、肉とかを取っている連中が存在するんです。そんなもの、この撮影終わったら後からいくらでも取り返せますから、合法的に。もう法律分かってない人間の、もうどちらかというと神がかり的な力というよりもアホがかり的な力ですね。
だからまあその辺のところでね、ちょうど今雷が鳴ったの、多分播磨警察署の上とかあの辺りですよ。どうせたむろしてきた連中がこの近所に住んでいた連中とかで、その辺の近くとかになったりしてるんじゃないですか。本当のことがバレたから、これが雷の仕組みですよ。いいですか。あとは落雷は本当にありますから、ね、いっぱい悪いことしてきた公務員の人たちとかいるところ、東京都庁とかあるでしょ。そういうところにちゃんと避雷針を銅にしておいて、電気の伝導率が87%ぐらいあるんです。金と同じで、電気の伝導率はいいんです。その下にまあちょっと太めの、導線つけておいて、まあ適当に空いてるところでいいですよ。その池とかね、水、きれいな水のところに、水の中に電気が蓄えれるんです。だから蓄電池っていう、最後の地のところは池って書くでしょ。蓄電池って言った方が分かりやすいんですよ、本当は。車の中のボンネット開けてもらったら分かると思いますけども、絶縁体のプラスチックの中に水入れてるだけです。あとは敷居の中にプラスチックの敷居を入れてるだけなんです。仕組みは簡単なんです。いちいち金属使って蓄電池でいいことと悪いことがあるんです。だからそんなものは神戸でもう作りました。2021年から工事を始めて、神戸市北区の山田町で、こうすれば電気がある時に貯めれるでしょっていうことで。これが効率性の良さです。これはアメリカのメジャーリーグに、アドバイスなんですけども、試合見ていてなかなか中止になってないんですけども、まずドームなんか絶対作ったらダメですよ。もうこれ以上ね、老朽化しても絶対作ったらダメです。エアコン使いたがりますから。それだけ早くガスや石炭とかガソリンがなくなります。もう残りガソリンは、50年分を下回ってると思います。ガンダムの生みの親、富野さんなんかは、若い頃は80年分ぐらいしかないって言われてたんですけど、ちゃんと減ってますから。どれだけ深く掘っていって何とかしようとしても、これだけ追いつかれてきてしまうんです。で、石炭とかもそうですし、あんまりないですよ。急に止まりますから、エネルギーの輸入。だからアメリカの方もスポーツ頑張りすぎて、そんなに晴れの日ばっかり作ったら、今まで水不足の日とかあったんですから、ある程度のところで雨の日は雨の日で受け入れないと大変なことになりますから、各地域によると思いますよ。それは水害が発生したところで、ところの地域にね、雨が降ったらダメなことぐらいは僕もわかります。だけども、何も災害が発生してない時ぐらい、ある程度の雨、ある程度ですよ。まさか、もう分量間違えたら大変なことになりますから。あと、そうそう、河川の土砂のかき出しなんですけども、15歳以上の人たちから働いてもいいというのが法律であって、15歳っていうのは、あれですよ、高校1年生からですよ、4月の頃に15歳の、中学3年生の15歳はなしですよ。で、運動部の人たちが、スコップと、いつかもう、シャベルカーとかあんなもん使ったら人類負けですから。先進文明それだけ早く終わりますから。で、みんな死にますから、物流止まって。スーパーマーケットとかに何も物並ばなくなりますから、本当に食料とか。東日本大震災の時に、東京都内のコンビニエンスストアから食べ物がもう全部なくなったでしょ、すぐに飲み物まで。ああいうふうなことに、それがずっと永遠にそうなりますから、みんな死ぬんです、ほとんどの人間は。1億人以上は確実にエネルギーの輸入が止まったら。だからガンダムはああいうふうに頑張って、その方向性で考えた内容で一部の作品は作ってるんです。そうじゃない作品も紛れ込んでますけども、その土砂のかき出しなんですけど、スコップでいいんです。シャベルと言ってもいいですよ。その大きなスコップね、この動きでも分かっていただけると思うんですけども、それと一輪車じゃなくてね、四輪車にしておいて、どうせ10万人ぐらいで、日本各地ですよ、ちょうど高校、大学で運動部が1000校以上あるんです。で、そこの人たちに、ね、土曜日か日曜日か祝日、
適当に、朝から夕方ぐらいまで土砂のかき出ししてもらって、運動部に入ったんですから体鍛えたかったんでしょっていうことですよ。そんなの鉄アレイとかあんなものに頼ってたらダメですよ。しっかりと働いて稼ぎながら体鍛えないと。それが賢い体の鍛え方なんですから。週和株式会社の良い面と悪い面を、一部分で言っておきますけども、本当に2000年の頃とかは新人の人でも年末の頃に1日1万リットルほど販売するような、売れるような、地域を、週に、1つか2つ担当するんです。で、対応しますから、やっぱりみんな、力強くなります。身長170センチぐらいの人で、体鍛えてたらちょっと身長伸びたりするんですけども、これは他のスポーツ選手でも計測したらそうなりました。で、金属バットだからっていうのもあるんですけども、基本的にソフトボールは投げてるマウンドが距離が近いから、体感速度でバッターボックス内で150キロ台だとか160キロぐらいのボールに感じるだけで、実際の球速自体は100キロとか110キロぐらいなんです。一般的なそのソフトボールのボールってね。だからそういう部分とかも、もっと基本的に普通に趣味ぐらいでしてる人たちとかは下手投げですから、時速70キロとか60キロっていう部分とかもあって、死んで捉えたら飛ぶんですよね。だからその週は株式会社のその頃に勤務していた人間であれば、その野球部出身者とかであればね、大体野球場でもソフトボールで、ホームラン、レフト線とかね、右バッターボックスだったら、左バッターボックスの人だったら、ライト線だとか、引っ張るような打ち方で打てば、なんとかフェンスオーバーできるかな、どうかなぐらいなんですよね。だから特別それ以外にその金属を使ったようなトレーニングっていうのは特別にはしてなかったです。だから河川の土砂のかき出しとか、あとかまど発電として運動部で、今からあと数十年は継続して学校が残るだろうなと思われるようなところで、かまど発電を設置して、要するにバイオマス発電のことですね。木を燃やして熱を利用して、お湯を沸かして、その圧力によって、タービンを回すと、で発電すると。だから基本的には野球部の人たちは斧で木を切りに行ってほしいんですよね。で木もね、大体見た目で分かりますね。あんまり大きくなりすぎてる木は中が腐っていて、虫に食われてるような木って結構あるんですよ、街路樹とかでも。それ外からだったら正直見た目よく分かんないんですよね。だからあんまり街路樹いらないなっていうところは結構ありますし、山の中に木切りに行ってる人なんか見たことないでしょ。だからチェーンソーなんか使ったらガソリン消費するから、していただいたら困りますし、野球部の人たちが率先して、学校に斧を装備してもらって、山に木切りに行ってもらって、冬場の間にかまど発電を学校で行ってもらうと。ちょうど冬場がね、例えば太陽光パネルとか発電能力落ちますんで、特に曇りの日とかね、そういった部分でカバーしてもらえたらなと。今のところ現状原発とですね、で河川水門開閉式ダム発電とかは今みたいに、雨が今降り始めました、降ってるんですけども、ああいったもので雨の日を補っていくと。あと地下水流トンネル発電、琵琶湖とか、その事業はいつまでても始まらないっていう、このね、本当に現状を皆さんご理解してますかっていうところですね。ね、医療業界とかはそんな形で税金を、税金利用して嘘ついてまで
法律違反してまで金稼ぎたがってるんだから、もうそんな暇あるんだったら特許庁がそのまますんなりお金払わなくても通してくれたらいいんですよ。で、後で売り上げが上がってからそのお金を納付したりとかね、方法なんかいくらでもありますよ。だからそれ裁判所で何とかしてくださいっていう内容を今挙げたところなんです。だからそこら辺のところで早く地裁に差し戻しなさいとか法務大臣が指示出して、防衛大臣とともに、まあ、それぐらいのことできるじゃないですか。正直国会でもしょうもない答弁をしてるときがあって、私がテレビに向かって言う方法とかで無駄な議論を止めたりしてるときあるじゃないですか。あんなことされたら1日で人件費とかで1億9000万円ぐらいかかってるんですから、国会って。まあ、他にも国会議員じゃない人たちとかも勤務していて、余計なことに時間なんか費やしてられないんですから、だからするべきこと早くしましょう。特に、まあ、法改正に関しては、まあね、いらない法律が山ほどありますんで、まあ、結構、内容説明したりするのに時間かかるんじゃないですか、全部の法律で。まあ、けど僕の話聞いてたらもう今すぐ消した方がいいなっていうことは丸分かりなんですけどね。簡単ですよ、僕の YouTube とか見ればいいんですから。すぐ終わりますよ、そんなの。まあ、河川の土砂の書き出しに関しても10万人ほどの、運動部の学生さんたちが、例えば1人当たり1日の勤務で1トンの書き出し、だから灯油缶を1日1万リットル、まあ灯油缶に直すと18リットルで550缶ほどを、ね、持って運んだりしてるんですから、それ夕方までっていう分はあります。で、もちろん、休憩時間とかあります。で、まあ、一輪車といいますか手押し車ね、まあ、四輪車にして、まあ、こけないように、そんなに働いてたらどうせこかす人出てきますから、最初から四輪車にしとけばいいんですよ。河川の底なんか大体デコボコですから。で、河川の底から滑車式でね、ロープ引っ張ってね、ロープバタ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 させて体鍛える暇あるんだったらね、土をね引っ張って河川から上に滑車で上げて、木の箱でも何でもいいじゃないですか。できるだけ金属は使わないでほしいです。錆びるような金属はね、金属には限りがありますから。で、だから1日で40トンでしょ、じゃあ、40万トンでしょ、1人当たり1トンだとすると、いくらなんでもそれぐらいは頑張ってくれなかったら仕事サボってるともみなしますから、まあ、それ運んでる人たちとかね、そのいるから、まあ、途中でそのスコップでかき出す人と手押し車の人を交代とかそういう風にしたりとかしてね、まあ、いくらなんでも1人当たり大体働いている人の数に合わせて1人1トンぐらいは、まあ出勤した日はまあ土砂のかき出ししてもらわなかったらっていう部分はあるかと思うんですけども、それでも1ヶ月に4回出勤していただいただけで、まあ40万トンじゃないですか。まあさすがに冬は寒いから、各都道府県の状況によって、まあ、それが10月末までなのか11月末までなのかとかいろいろ変わってくるかと思いますよね。沖縄とかのことですよ、11月の末とかね。だからかける例えば40トンかける、まあ半年で6としても240万トンを1年間で土砂のかき出しができるでしょう。野球部の人たちなしでも運動部の人たちそれぐらい10万人ぐらいいるでしょう。まあいなかったらね、プロのアスリートの人たちも参加すりゃいいだけなんですから。でこれ本当に国会の方とかもすぐにその設備投資を行わないのかっていう、その蒲田発電の方にバイオマス発電を作ってたらダメなんですよ。学生さんたちに危機感を持ってもらわないと、若いうちから。で車なんか買うべきじゃない、みんな電車バス徒歩だっていうことを理解してもらう、そのために学校に蒲田発電を装備するのであって、まあ山の奥とか、まあ地方の方ですね、
市とかでも人口が、まあ、少ない村とか集落の人とか、ああいうふうなところはオール電化してもらって各個人の家でかまど発電を装備しておいてもらったらいいんですよ。で売電で、それでその灯油とかを使わなくても冬場暖を得て、さらに電力の太陽光パネルで足らない分を補うと、まあ、こういった形ができると、特に雨の日含めてね。だからそういうふうなことをしっかりと考えてるんですから、早く行政の方たち動いていただきたいな、他国の人たちもというようなことになります。まあその辺のことを含めて、土砂の書き出しの、まあ大体の分量、これ人間が行っても結構簡単に河川の氾濫につながらないような形で、まあ、できるなっていうことが分かっていただけたらね、簡単に国会とかでも話通しやすくなるかと思いますんで、お早い対応よろしくお願いいたします。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。